三越伊勢丹ホールディングスの一年間の決算で売上が三年ぶりに1兆円を超えコロナ前の水準まで回復しました三越伊勢丹ホールディングスが発表した今年3月までの1年間の売上高の総額は1兆884億円でした前の年に比べて19.3%のプラスです 売上が1兆円を超えたのは2019年度以来3年ぶりです。また、最終的な儲けを示す純利益は前の年度の2.6倍の323億円で、いずれも新型コロナ流行前の水準まで回復しました。日本を訪れた外国人による免税品の売上回復に加え、会員カードやアプリを活用した 個別のマーケティングでリピーター客を獲得するなどして日本人客の売り上げも伸ばしました。